はい、どうもお疀れ様です。おー、ブブってなってますね。萩さんでございます。今日はね、長期の休みが取れましたのでね、東北に来ました。まずはね、仙台に来たんですけど、宮城県仙台に来てね、松島行こうかなと。あまりね、天候がね、今回の旅良くないみたいなのでね、どういう形になるか正直わからないんですけど、今日はね、今まだ晴れてますね。本来だったら今日もね、雨の予想だったんですが、ちょうどね、いい景色になったんで、ちょっと行こうかなと。ああ、遊覧船乗りたいですね。乗りましょう。うん、これは面白い。いいもの見つけました。芝がすごい綺麗だなと思ったら、ハスクバーナーの自動の芝刈り機あるじゃないですか。こことあっちにもありますよ。これでやってるんだ。すごいな。それはしてしまうけど、あ、ちょうど今遊覧船が出てきましたね。次の乗船券も買って乗りますか。すごくね、今お盆の時期なので人が多くいらっしゃるんですけど、うまく乗れるかどうかわからないんですが、行ってみましょうか。よし、じゃあね、乗船券1000円で買いましたよ。日本三景松島湾一周のね、何コースかあるみたいなんですけどね、よくわからないんで、とりあえずもうこれで一発目でささっと買って、あそこにね、皆さん並んでるんですけど、こういうのもいいじゃないですか。だって船が出てく姿もまたたまんないですね。二王丸って行くのかな、ハイさんは。わかんないけどさあ、本船は GPS やレーダーなどの最新設備を備えており、安全には最新の注意を払っておりますが、万が一のために救援ロードが1回2回に。じゃあね、1000円で乗ったんですけど、2階席がね、グリーン席みたいになってるんですよ。でね、グリーン席に乗りました。下はね、もういっぱいだったんでね、まあ、せっかく来たんでね、真ん中に座って端が見れないっていうよりかは、600円払ってでもグリーンで乗ってもいいのかななんて思いました。結構ね、まあ、やっぱりいらっしゃる方が多いので、3分の1ぐらいの方はね、グリーン車を乗るような形ですね。お金払ってプラス600円でも50分の遊覧なんですが、その中で、まあ、乗船券が1000円で1600円で逆に一周回れるっていったところで、確実に室内で座れるっていうことを考えてしまいますね。そっちも全然安いのかななんて思いますね。せっかく来たのにね、景色が見ないっていうのがなかなかちょっとね、もったいないなっていう感じはありますので、もちろん早く順番に並んで長く並んでる方だったら、そのまま1階席で見ればいいかなと思うんですけど、じゃあね、今日は楽しみに回っていきましょうか。Thank you.
回ってきましたよ。綺麗でしたね。ですけどね、あれですよ、ちょっとね、台風がね、かなりね、下の方に来てるんでね、まあ荒れましたね。もともと概要だからっていう形で案内は結構してたんですけど、それ以上にね、なんか手動で案内してた感じですね。揺れますんで気をつけてくださいみたいな形で、そんな感じがしました。まあまあいいんじゃないですかね。またね、この今ね、夏のクソ暑い時期なんですけどね、冬の時期に行ったってね、いいんじゃないかと思うんですけどね。うわー、それが綺麗だった。ほんと綺麗だった。まあね、アゴアンだったりとかね、いろいろ入ったら私行けるんでね、ですよね。やっぱりこういうとこ来るとね、日本三景っていう形が伊達じゃないなって感じがしますよ。下が見えるから透かしました。いいね、観光地って感じですね。五大堂って水岩寺五大堂、先ほどね、先ほどの船乗りましたけどね、いいですね。観光地になるのはよくわかりますよ。気持ちいいな、またね、相変わらず予備知識ゼロで来たんですね。こういうところに行って勉強するっていう萩さんのこのストロングスタイルでお送りしている次第でございますね。第2の橋ですね。スクーラー橋だって、ね、ここの奥に行けばね、結構自然林が多かったりという形ですね。でこの橋は多分200円かかりますね。子供100円です、ね、高校生以上。いや、風が通って気持ちいいですね。あ、素晴らしい。マリンコンセラーというのを出しますよ。綺麗ですね、本当に素晴らしいですよ。本当にこの自然林もね、いいですね。あそこみたいですね、猿島みたいな感じ。あずま屋がありますよ、この奥に。
松の感じが素晴らしいですね。いや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 、そういうこと言ってましたですね。いやすごい、これって気温の量がグッといってますよ。すごいな。よかった、本当にちょっと200円払ってどうかなと思ったんですけど、いやかなり良かったですよ。いいですよ、これはね、夏だからっていうわけじゃないと思いますよ。いろんな季節、四季折々で楽しみが増えるかと思いますので、ね、じゃあ最後のね、赤い橋、渡月橋がある大島行きましたね。こちらはですね、本当松島発祥の地みたいな形で言われてる霊場ですね。修験場のね、こういう、なんか骨がいっぱいいるんだけど。霊場ですよ、霊場、霊場って言ったわけですかね、うん、いやこれはすごいね。全然先ほどのところの趣が違いますね。ちょっと夕方になって歩きやすくなりました。よかったよかった。こういう修行をしたね、いい感じの冬にてやってるんですね。いや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 、うん、でも確かにこういうところをお祈りしてると何かを発見できそうな感じは少ししますけど、いつもこれがあれなんでしょうかね。あそこ大水が一番いいんじゃないですか。こちらこっちに取り付けをってありますよね。上から行きますか。あ、お金が山ほど刺さってる。風が気持ちいい。座禅堂だって。大島大剣期間、すごい、1307年のものなんだ。
一番向きがあっていいですね。まあ、時間でかかるからでしょうかね、あの人があまりいらっしゃらないんですけど、あの島の形といいね、景色といいね、ここが一番初めて見ました。確かにこうやって修行するっていうのは分かりますわ、ね、なんかそんな雰囲気にさせられる、なんか霊的なもの、ね、なんか神聖なものを感じるような場所ですね。これもね、1000年前から同じような形であるっていうのがね、すごいですよね。ここで人の営みがあったんですからね。いや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 、この島へ来てよかった本当来てよかった。場所の石碑がありますね。あ、ここで、あ、すごいじゃないですか、こういうのを見逃すなんて。ここに屋敷があったですね、薬師堂跡。これは先ほどの小島からね、大体ね、車で10分ぐらい走ったところなんですけど、ちょっとね、面白いようなところ、若干危険なところなんですけどね、来ました。どこかというとね、近くにある馬の背っていうところです。ちょっとね、ここが車じゃないといけないかなと思うんですけど、どういう感じなのか見てみましょうか。こんな感じのとこですよ。駐車場はね、まあなんか路中っぽい、大体3台、4台止められるところがあるのかな。で、あとは、あの、ちょっとまあ人数が大きいから途中になるんですけど、本当馬の背ですね。その足がこういう感じでなってるんでね。ここが一番細いとこかな。こんな感じで、まあ落ちたら海ですわな。まあでも歩けなくはないですよ。今のところ抜けちゃえばあとはもうついついって感じで行きますからね。なかなかいい景色ですよ。すごい。こっち側もね、自然の橋みたいな。わー、綺麗だ。ちょうどね、夕日が湖面に当たっていい感じで綺麗ですわ。そんなにね、観光の方がめちゃめちゃ押し寄せるっていう形ではないんですけど、たんまり行ってみましょうか、あ、ちょうど夕日がすごく綺麗で、これは自然にできた地形ですからね、素晴らしい。身を落ちないようにしないと海ですからね、本当に。じゃあこっちでいい眺めだ。なかなかルートが難しいな。
いやここも綺麗だね、すごいな。皆さん思い思いに写真を撮られてますよ、ここねかなり、ね、評価高かったんですよね、まあ、先ほどの、ね、ちょっと入り組んだというかあそこの部分があるのでね敬遠してるかもしれないですけど、まあ、ちょっと足の悪い方とかは高齢の方は難しいかと思うんですけど、インスタ映えだったりとかね映えの写真を撮りたいなっていう方はいいんじゃないですかね。ちょうど日が入ってほんと綺麗だわ。